今日のニュース、テレビ朝日ご報で謝罪ほか、自由のマインクラフトパート64え。本日は時間が取れませんので、このようにマインクラフトを進めながらいくつかニュースをまとめてご紹介いたします。えこちらえ、この動画一つに、一つのみの公開となりますが、まずですね、テレビ朝日、昨日、 安倍前首相が桜を見る会の前夜祭の問題に関連して、東京地検特捜部の事情聴取に応じたと、複数の自民党幹部の話として報道しておりましたが、こちら、真っ赤な嘘であることが分かり、誤報だったと謝罪をいたしました。先日、安倍前首相が国会において、この前夜祭の問題を説明するとの報道がなされておりましたので、 まあそういった情報をテレビ朝日が曲解してご法を垂れ流してしまったのか、まあ、もしくは完全にない話を捏造してしまったのかわかりませんが、こちら重大な問題でございますので、テレビ朝日にはなぜあのような語法を垂れ流してしまったのか、検証し、 しっかりと説明していただくようにお願いいたします。また本日までに朝日新聞がツイッター上にですね、弊社には1944年に増産のため工場へ出勤する女子低身隊の写真があると写真を投稿し、 現在、この写真がですね、合成写真だと批判が殺到しております。こちらも簡単に確認いたしましたところ、確かにですね、同じ顔の人物が何度も何度も登場しており、明らかに合成写真であることが確認できるんですが、まあ、こういったマスコミは配信する写真については、 基本的にですね、カメラで撮影したものをそのまま配信する義務がございます。個人情報保護の観点などにおいて、写真の修正がなされる場合もございますが、そういった修正を行った場合は、その修正した旨を必ず 明明記しして説ななければなりません。まずそういった説明が一切なされておりませんし、まあ、この朝日新聞が写真が合成されたものであることをまあ気づけていない可能性もございますけども、まあ、こういった戦時中の写真においては合成写真が大量に作られ 日本政府がプロパガンダとして配信している可能性がありますので、朝日新聞にはぜひとも Twitter 上に投稿した写真について、審議を確認し、どのような写真なのか、詳しく解説していただくようにお願いいたします。 また本日 TBS の通販番組を制作しているグローディアがある商品をつけるだけで痩せるとする宣伝を行っておりましたが実際にはそのような効果はないとして消費者庁が景品表示法違反 有料5人で行政処分を行いました。まあ、こういった通販番組、私も暇の時にたまに見ておりますけども、まあ、本当に突っ込みどころ満載でおかしいんじゃないかという番組が大量にございますので、消費者庁には総務省とも連携し、番組の内容、 すべてチェックできる体制を構築していただき、このような通販番組の問題を速やかに改善していただくようにお願いいたします。またさらに、先日ですね、アメリカ政府が中国の半導体大手の SMIC や ドローンで有名な DJI にアメリカからの輸出を禁止する制裁を実施しました。SMIC については、半導体の製造にアメリカ製の製造機器や設計ソフトを利用しているんじゃないかと見られており、また、DJI も そういった製造装置やソフトを使っているものと思われますので影響は避けられないんじゃないかと思われます。現時点で DJI についてはどのような影響があるのか分かっておりませんけども DJI の製品国内で 小型のドローンですとか、またカメラなどが流通してしまっており、そういった製品に何らかの影響が出る可能性がございますので、日本企業の皆様には、DJI の製品を取り扱う際には、そういったチャイナリスクにも対応していただくようにお願いいたします。 さあ、今ですね、このマインクラフトですが、まあ、こちら、洞窟というか、渓谷のような場所に出てしまっておりますけども、探索をする時間はちょっとありませんので、とりあえず、敵が、化け物が入ってこないように、壁を作って、 応急処置をしておりますえ本日のその他のニュースですと、そうですね、朝日新聞が、日本がですね、新たな長射程のミサイルの開発など、軍拡を行うと、地域全体の軍拡を、 招く恐れがあると斜説で主張しておりましたがこちらは実際にはすでに日本関係なく主に中国政府中国共産党の軍拡によってアジア一帯で軍拡競争が発生しているという問題がございますので日本のミサイル開発は 他国の軍拡に一切関係ありません。まあ、例えば日本が射程1000キロ程度の巡航ミサイルを開発したとしても、まあ、実際には対艦ミサイルですが、すでに韓国政府が、韓国軍が射程1500キロほどの巡航ミサイルを開発しており、また中国軍も長射程の 巡航ミサイルですとか、数千キロの射程があるようなミサイルですとか、弾道ミサイルも保有しておりますので、日本がミサイルを開発し、配備したところで、今更感しかございません。朝日新聞には、こういった日本の安全保障の 強化に関して抑止力の強化に関して、壊れたレコードのように、軍拡を招くと、地域を不安定化させると、地域の実情に即していない主張をですね、これ以上繰り返さないようにお願いいたします。 さて本日ざっくりとニュースをご紹介してまいりましたが最後は明るいニュースで締めたいと思います先日小惑星探査機はやぶさ2から小惑星リュウグウのサンプルが入ったカプセルが帰還いたしましたがこのカプセルに目標の 50倍以上の大量のサンプルが小惑星の砂が入っていることが JAXA によって確認されました。本来は0 1ムほど小惑星の砂などが取れれば十分というですね、目標で探査が 行われていたんですけども、まあ、実際にはその54倍ですね、5.4g もの砂な,どが砂などが採取できており、まあ、こちら、大変素晴らしい偉業になっております。これだけの砂があれば、さまざまな研究が 同時並行的に行えると思われますし日本国内で研究が終わった後に海外に砂のサンプルを貸し出す場合もスムーズに貸し出しが行えるようになるんじゃないかと思われます JAXA には地球に帰還した カプセルの中を今後も確認していただき、さらなる発見があった場合は、ぜひとも公表していただいて、まあ、こういったご時世ですとなかなか明るいニュースがございませんので、ぜひとも遠く宇宙から届けられた明るいニュースを国民の皆様や世界の皆様に 届けていただくようにお願いいたしますえでは今回はこれくらいにいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました